藤井壮太王将に羽生義晴球団が挑む第72期アルソック杯王将戦七番勝負毎日新聞社スポーツ日本新聞社日本将棋連盟主催は第5局が2月25日と26日日に島根県大田市三別荘で行われました対局の結果101首で勝利した藤井聡太王将がスコアを3勝2敗として自身初となる王将防衛まであと1勝としました 羽生善治九段の誘導で横歩取りに。両者2勝2敗のタイスコアで迎えた本局は、後手となった羽生善治九段が横歩取りの線形を採用して幕を開けました。先手の藤井聡太王将が青野流の積極策を見せたとき、すぐに横歩を取り返したのが羽生善治九段の用意していた変化。 ハブヨシハル九段の選択からは、角川利子仕掛け銀に代表される最新の研究勝負を避けて、自身の経験が生きる力戦型に誘導する狙いが見て取れます。7筋で飛車交換が行われて、局面が松の地道敬になったところで、先手の藤井聡太王将は右葛を跳ねて、後手に手を渡しました。これを受け、手番を握ったハブヨシハル九段は、持ち駒の飛車と角を立て続けに盤上に放って応戦。 盤面右方で必然種の応酬が続いた後、後手の羽生善治球団が二筋に負を垂らした局面が本局における最初の難所となりました。序盤と中盤、二つの分岐点。昼食休憩が明けて以降、前例のない中盤の分岐点を前に、両者長考が続いています。 120分の考慮の末に、右桂ツを5段目に跳ね出したのは受けていても、キリがないと見た藤井聡太王将の勝負手ですが、これによって後手にと金攻めの権利が生じたのは、見逃せないリスクです。実戦では後手の羽生義晴九段が一直線の攻め合いを回避して、桂ツ徳の実利を選んだため、局面は長期戦に持ち込まれました。 封じ手を経て戦いが2日目に入ると、今度は先手の藤井聡太王将が後手の飛車をいじめながら、徐々に攻めのリズムをつかみます。手にした3枚の大駒を立て続けに後手陣に打ち込んだ局面は、藤井聡太王将にとっての最大の難所となりました。羽生善治9弾が地玉そばに金を打って粘りを見せた局面は、乾燥戦でも重点的に検討されましたが、先手からの明快な攻めは見つかりませんでした。 窮地を乗り切った藤井壮太王将が勝利数の攻めで地道に後手陣の守り駒を剥がす道を選んだ藤井聡太王将ですがこの瞬間は詰めろでないので後手からの猛攻を覚悟する必要があります実際この直後5筋に合わせの歩を打ってから4筋に桂を打ったのが羽生善治球団渾身の反撃でこのあたりは藤井聡太王将も感想戦で形勢を損ねたと振り返ります 戦いは2日目の夕方で序盤と中盤の2つの難所を乗り越えた後手の羽生義晴球団がペースを握って終盤戦を迎えています双方の球に対する激しい応注が続いた後先手の藤井聡太王将が桂を打って後手球に詰めろをかけたところが本局最後の分岐点となりました 一見して浮かぶ後手からの銀打ちの王手は直後の王手竜取りを見たシンプルな狙いですが羽生義晴九段は先手玉を逃す点を懸念してこの順を見送ります変えて打った自陣への銀打ちは粘りの方針ですが直後に刺された藤井聡太王将からの角切りが羽生義晴九段の軽視した攻守角と銀を両替するこの手筋によって後手からの王手竜取りの筋がなくなってからは 藤井聡太王将が一歩抜け出した格好です。終局時刻は18時11分、最後は地玉の罪を認めた羽生義晴九段が投了を告げて熱戦に幕が引かれました。勝った藤井聡太王将は3勝2敗として自身初となる王将防衛に王手をかけました。羽生義晴九段の先手で迎える第6局における両者の作戦選択に注目が集まります。 第6局は3月11日土12日日に佐賀県宮城郡の大公園で行われます藤井聡太五冠が防衛において羽生義晴九段を破る次局も精一杯二人の勝負飯は将棋の藤井聡太五冠22羽生善治九段52が挑戦する王将戦七番勝負2勝2敗のタイで迎えた第5局は島根県大田市の旅館で行われました 2日目の26日、羽生善治球団の封じ手が開封され、対局が再開。双方が2時間以上の長考に沈むなど、譲らない熱戦になりました。昼食休憩で藤井聡太五冠が注文した勝負飯は、うまみたっぷりのイノシシ肉をのせた三平そば。羽生善治球団は三平産コシヒカリを使ったわさび飯とそば、天ぷらのセットでした。 対局は徐々に藤井聡太五冠が優勢となり、午後6時過ぎ101種で藤井聡太五冠が勝利しました。対戦成績はこれで藤井聡太五冠の3勝2敗で王将のタイトル防衛に王手をかけました。藤井聡太五冠、あまりスコアは意識せずに、次局も精一杯頑張りたいと思う。羽生善治球団九段、ちょっと対応を誤ると一気に終わってしまいそうな局面がずっと続いていた。 次局に向けてしっかり調整していい将棋がさせるように頑張る。第6局は来月11日と12日に佐賀県上峰町で開催される予定です。最終盤の順位戦激烈な名人挑戦権争い昇級候補はすべて若手、今日の将棋界を象徴。今期順位戦はすべてのクラスがラス前を終え、残るは最終局のみとなった。 A 級は1月の時点では藤井聡太竜王が6勝1敗でトップだったが2月に長瀬拓矢王座に敗れて2敗となり広瀬昭仁8段と並んだこの結果最終局は2敗のどちらかだけが勝てば名人挑戦者両方勝てばプレイオフとなる藤井聡太の相手は稲葉昭八段広瀬は菅井達也8段だ さらに、両方破れたときは、現在3敗者が4人いるので、最大5人、3敗同士の対戦があるためでの、パラマス式のトーナメントとなる。高級は、すでに佐藤康光九段と糸谷哲郎八段に決まったが、名人戦挑戦者争いは激烈だ。注目の最終局は、毎年恒例となった、静岡市の不月楼で3月2日に行われる。 B 級1組は中村大二七段が9勝2敗でトップを走るが8勝3敗で佐々木勇気七段沢田慎吾七段がいるので誰一人昇級者は決まっていない中村にすれば自分が勝つかどちらかが敗れれば昇級順位の関係でというわけだがそういうところで緩んで昇級できなかった例は山ほどある自分が勝たねば上がれないというつもりで臨むものと思う それにしても、昇級候補はすべて七段の若手ばかり、新 A 級で羽生善治九段を含めたタイトル経験者六人が昇級戦線に絡まないところが今日の将棋界を象徴している。B 級2組では大橋隆志功七段が9連勝。増田康弘七段が8勝1敗で昇級を決めた。大橋は前から注目している逸材で、関西所属だが、関東所属の渡辺明名人と同じ書士は晴れ、七段門下。 初指門には近藤誠也七段も B1 にいて、来季は共に A 級を目指す良きライバルとなるだろう。マスダが小学校4年で出場したテーブルマーク子供大会の決勝で、序盤から終局までプロから見て何一つ違和感のない差し回しに、こんな小学生がいるのかと驚いた覚えがある。こちらも来季の戦いぶりが楽しみだ。もう一人、本来は決まらないはずの木村和樹球団の昇級も事実上決まった。 最終局の相手の中田裕樹八段が58歳で亡くなり、不戦勝で9勝となったからだ。中田は生涯勝ち星が770勝で、勝率は0.565。勝ち数と実績が合っていない、騎士の一人だ。A 級まで行けなかったのは残念だったろう。人物も気真面目だっただけに、ご冥福をお祈りしたい。青の照1、青の九1953年1月31日、静岡県八重洲市生まれ。 68年に4級で、古、広津久を九段門下に入る。74年に4段に昇段し、プロ棋士となる。94年に九段、A 級通算11期。これまでに、勝率第一位賞や、連勝賞、松田構造賞を獲得。将棋の国際普及にも努め、2011年に外務大臣表彰を受けた。13年から17年2月まで、日本将棋連盟専務理事を務めた。